はい、毎度どうも、ひぐち丸でございます。今回はね、クランのねところの地図でなんかピコピコってついてたんで、あ、ここできるのかなって感じで入ったらここになったんですけど、まあ今回はちょっとなんかフットボールとかなんとか出てたんで、なんだろうと思って入ったんですけどね。でもチームデスマッチって出てるな。なんか横にサッカーボールあったけど、あれをなんかしないといけないのかな。でもチームデスマッチだからまあわからないんで、ちょっとね、スナイパー様子見ましょう。どうやったら勝ちなんだろう。一応チームデスマッチだから敵をやっぱ倒したら勝ちなのかな。どうなんだろう、よくわかんないな。あ、なんだ、人が様子見でスナイパーを使ってると思ったら、まったく接近戦か。よし、わかった、接近戦でやりたいんだな。よし、接近戦でやろう。ということで今回はガーディアンスピリットの刀でやってみましょう。あれ、みんな倒れちゃってるよ。ダメじゃん。接近戦できないじゃん。お、接近戦ですよ。おお、なかなか楽しい接近戦。はい、横から。でもこの人じゃなかったよね、自分を釜で切ったのは。さあ、どいつだ。あ、この人だ、釜で切ったの。釜だからちょっと下がりながら切ればいいね。はい、オッケー。ちゃんとね、リベンジしとかないとね。まあこれだけでも面白くないんで、とりあえずもう今回はこの刀でガンガンいきましょう。ね、様子見のスナイパーをね、横から釜で切ったらどういうことになるかっていうことね。ちょっと知らしめとかないと。ああ、誰か倒しちゃった。いやー、まあね、刀とか久しぶりに使うな、刀。ここであれですよ、刀のね、なんだったっけ、動画を撮った以来だからもうだいぶ経つかな。ここは逃さんですよ、もうね、もう絶対逃さないですよ。はい、ここもちょっとやっていきましょう。はい、2人ともキルして、あ、引っかかっちゃったねえ。もうカラーコーンに引っかかっちゃダメですよ。あ、今いたな、くるっと回ってニャンコを埋めと。はい、どんどん行きましょう。はい、セントリー設置んでもって、どっかいないかな。はい、あ、いた。はい、これで、お、またか。よし、オッケー。カリスティックスっていうのかな、あれ、なかなかなんか4回ぐらい叩けるんでしょ。まあ、強いらしいですね。なんか気をつけないと。おっと、なんか下に降りてきたぞ、1人。あ、倒してくれたのか、よかったよかった。それともスワームがやったのか。はい、おお、火炎宝石にやられちゃった。あららららららら、またウェルタンに焼かれてしまったな。仕方がない。はい、どんどん倒していきましょう。さあ、飛び降り、あれ、あ、勝利、40対25。はい、 MVP いただきました、ありがとうございます。マウントポッテさんにいいねをもらいましたね。あ、この人かな、マウントポッテさんって。どの人だろう。まあ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 、よしとして、あとでマウントポッテさんにもいいねを入れておきましょう。はい、レーティングは89。いや、89、ん ?89 もあったかな。火炎放射器でやられちゃったんだけどな。はい、刀、いや、コシカはまあまあダイヤだし、まあこれでね、一応クランのやつもなんかもらえたのか、なんかよくわかんないけど、クラン未だによくわかんないですよね。はい、マウントポッテさんにいいねをしといて、まあどうだったですかね。ああ、コバートキャノピーになってるよ。これじゃないよ、今回使ったのは。はい、これですね、コシカですね。あとこれですね、ガーディアンスピリットの刀です。いやー、この刀、初めてじゃないかな、この刀、まともに使ったの。ねえ、もうまともに使ったの初めてなんですけど、いつもはね、稲荷狼ドローの、なんだったっけ、ホックスファイヤーの時に、こう、セットもんでつけてるだけなんでね、あんまり使わないんですけど、今回ね、もうなんか、バシッていきなり釜でやられちゃったんでね、もう仕返しですよ。ね、もう近接には近接で対応しようということでね、やってみましたけども。
まあね、キャラコンができないんでね、あの程度の動きですよ。まあクランに貢献何かできたかな、それだったらいいんですけどね。ではまた次回を待て。